はい、朝から不思議な記事を読みましたので、もう寝起きのままですが配信します。ニュースポスト7に載ってる記事ですね。12月19日、朝7時に配信されてます。大学入試改革が頓挫か、キーマンが明かす抵抗勢力の正体というところで、鈴木寛教授のインタビュー記事ですね。一連の改革の理論的な支柱といえば、鈴木寛教授、過去東大慶応大である鈴木教授は、民主党政権時代に文科省なんちゃらかんちゃら、この辺りは、キーワードが書いてあります。まずね、うまくいかなかったものをキーマンと呼ぶのもなんか変な言葉遣いだと思うんですけどね。共通テストへの英語民間試験導入、国語数学記述式問題導入に対する批判がうるさい中、やかましい中、鈴木教授は入試改革を潰した野党やメディアの背後にいる抵抗勢力の存在について語った。今回の騒動で入試が変わるか変わらないかで振り回された受験生は一番の被害者だったのではないか。鈴木氏、それは一番かわいそうですよ。入試が政争の具にされて振り回されたんですから。メディアと野党は政府のやることには全て反対で。ほう、メディア、政府のやることに全て反対のメディアと野党ってのを具体的に指摘してください、ね、全ての法案に反対している野党はありますか、メディアありますか。入試改革に反対する人たちの尻馬に乗るばかり。あ、私この野党を、動いてもらうきっかけ作った張本人ですけど、私の尻馬に乗ったってことですか。いいですか、ね、じゃあ何だったら私も取材受けますから話しますよ。この一方的な意見とか載せるのどうかと思いますよ。世論もそれに誘導されてしまっている。それで犠牲になっているのは子どもたちであることを考えていただきたい。はい、おかしなものを作って子どもたちを犠牲にしようとしました。それを正そうとして、確かに混乱はしてますよ。ですけど混乱の原因は抵抗した人ですか。違いますよね。おかしなことをやろうとした人だと思います。改革に反対する人々とはということで、ここでは、全校長を挙げてますね。全国高等学校長協会のことを挙げてます。この辺は下にリンク貼っておいたから記事読んでおいてください。で、おかしなことは書いてあります。何ですか。地方の高校生でも実質的に地域格差を縮めて子どもの可能性を広げてあげられるチャンスが増えるんですから、だったそうですよ。この入試改革、現に入試センター試験の会場よりも受験者は増える予定でしたか。へえ、具体的にどこの会場ですか、言ってくださいよ。これを機に授業も変わりつつありました。はい、別にこの試験ができる前から、この入試改革が始まる前から英語の授業は随分変わってます。アクティブラーニングというものでかなり変わってます。ペアワークというのをいっぱいやってます。これ関係ありません。地方で民間試験を実施する場合に問題になるのは会場と試験監督者の確保であることは初めから分かっていて、地方の先生方は子どもたちになるべく楽に受験させてあげたいから、俺たちが試験官をやるよと、試験は土日になるので試験監督やるよと言ってくれる教員は地方には十分いたのです。はい、具体的に何県に何人いたんですか。どこの誰ですか。どこの高校の誰先生がこんなことを言ってるんですか。地方の高校生、都道府県名を挙げて、国会の文科省ヒアリング等で電話出演もしてます。いいですか。で、実際に私もメッセージをいっぱいもらって、それは記事にもなってます。現代ビジネスさんで記事にしてあります。はい、この地方の先生方、賛成だった地方の先生方、名乗り出ろとは言いませんけど、具体的に声を聞かせてください。それができないんであれば、何県のどこの高校で何人ぐらいの方がこの試験官やるよって名乗り出てたのか、これをね、あげないと全く意味がないんじゃないですか、この記事ね。もう全体的にもいろいろとね、ひどいことばかり書いてありますよ。で、事実を確認せずにこんな記事を垂れ流すっていうのは、ニュースポスト7さん大丈夫ですか。で、これはね、もちろん鈴木氏から見た事実かもしれないですけど、こんな一方的にね、こういった方の意見を、垂れ流す。で、これライターの清水さんもね、この姿勢でお書きになっていいんですかね。清水さん、最後に、鈴木教授の怒りが文面から伝わっただろうか。もちろん全校長側にも言い分はあるはずで、鈴木教授の主張だけを聞いて肩を持つわけにはいかないが、大学受験を経験した人であれば、大学入試を変えない限り高校教育は変えられないという指摘には深くうなずくのではないか。うなずきませんよ、全然。もう授業自体変わってます。で、その授業の変わってるのがいい方向に行ってるとは僕は思いませんけど、ただ変わってるのは事実です。これからの時代を生きる子どもたちに20年前と同じ教育をし続けることが果たしていいことなのか、20年前と同じ教育をし続けている学校を具体的に指摘してください。で、どういうことをやってるのか、20年前も今もこんなことをしてるっていうのを具体的にやってみてください。指摘してください。大人は考えてみるべきだというふうに、フリーライターの清水さんがお書きになってらっしゃいます。で、この清水さんって方はどうやらツイッターもやってらっしゃるみたいですね。検索してやると出てきます。
で、まあ、ライターの方だと思いますね。ちょっと下の名前の読み方が分からなくて申し訳ないんですけど、今朝のツイート、今朝されてますかね、ツイート、昨日か、違うね、16日だな、16日ぐらいにも書かれているのが、これ別の記事か、何にしろ、この鈴木寛教授の反論っていうのを特徴、まあ、特集してる感じで、渾身の一本ですっていうふうに紹介されてますから、清水さんね、いろいろ書かれてますけど、何ですか、野党が、最初のとこ戻りますよ、ね、野党やメディアの背後にいる抵抗勢力で、入試改革に反対する人たちの尻馬に乗るばかり。はい、私がとにかく何度もいろんなところでも言ってますけども、私がこの8月末に各党に呼びかけをしました。その後も各政治家の方に陳情に行きまして、そこから動いてます。ですから、まあ、私が、まあ、このあれですか、抵抗勢力の、代表的な一人と言ってもいいと思いますから、取材は受けますので、清水さんね、いつでもお待ちしてます。私ツイッターやってますから、そちらに DM でもリプでも送っていただければ、いつでも答えます。以上です。